皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。今回は新発売参考書解説2023年6月版をやっていくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。まずは改訂された参考書を一気に見ていくと、マーク式基礎問題集物理基礎、物理楽楽マスター物理基礎物理、科学基礎ゴロゴだな。河合塾の物理系参考書が改訂されたので、人気シリーズのエッセンスや陽門の風などの改訂も期待したいわね。そして科学基礎ゴロゴだが、ゴロゴという割にはそこまでゴロが多くない印象だぜ。続いて新しく発売された参考書たちを見ていくぜ。まずは物理のブリッジだな。力学波動編、電磁気熱原子編の2分冊となっており、ベーシックとアドバンスの2つのレベルが見開き1ページに完結したレイアウトが特徴の参考書だわ。見開き1ページとなっているので、押さえるべきポイントや解説がいい意味で端的にまとまっているぜ。難易度的には入門問題成功と同じぐらいの印象なのでそのライバルになってきそうだけど、294題と入門問題成功の117題に対して問題数が多いので、時間があってより基礎盤石にしたい人はブリッジの方という形になりそうね。解説の詳しさという点で見れば入門問題成功に軍配が上がるぜ。続いて大学合格のための基礎知識と解法が身につく技216だな。1テーマ4問として54テーマを収録しており、そのテーマに関する解説、押さえておくべきポイントがブリッジと同様にいい意味でコンパクトにまとまっているわ。いずれも学研の参考書なのでその辺は意識しているのかもしれないぜ。難易度的には基礎問題成功からそのプラスアルファぐらいのイメージで、もしかしたらその代替候補として十分に台頭しうる可能性を秘めた参考書と言っていいと思うぜ。今後に B3 とシリーズ展開が進めばその可能性は十分にあると思うわ。続いて大渕智勝の数学 B 統計的な推測が面白いほどわかる本だな。新課程より必修となった数 B の統計的な推測に特化した参考書で、教科書レベルの基礎から共通テストレベルまで対応できる力を身につけさせてくれる参考書だわ。それなりに薄くまとまっているため短期間で終われると思うし、初学者でも使えるぐらい優しいところから親切にやってくれるので、共通テストの事故防止として現課程の人が夏休みにバーとこの本で統計分野をさらってしまうのもワンチャンありだと思うぜ。この本の後は教手やセンターの過去問でがっつり演習を積むようにしてほしいわね。続いて高校の地理総合が一冊でしっかりわかる本だな。黄色本で有名な瀬川素直先生による著作になっているわ。地理総合の参考書も揃い始めたので、夏休み頃に総まとめシリーズでまとめ動画を出せるといいなぁと考えているわ。今回の地理総合が一冊でしっかりわかる本は地理の参考書らしく図版や写真が充実した印象を受けるぜ。続いて寸大文庫より日本史100テーマ書き込み問題集ね。日本史で学習する内容を100のテーマに分け、重要事項のまとめと空欄補充問題で理解確認ができる参考書で、世界史と地理に続いての発売となったぜ。書き込み式で知識を確認できることに加え、論述問題などの入試問題も収録しているので、合う人には一問一答よりも合う問題集かもしれないわ。ある意味類書がない新しいパターンの参考書なので、日本史選択者は一度目を通してほしいぜ。続いて高校の情報1が一冊でしっかりわかる問題集ね。まだまだ少ない情報1の問題集の貴重な新刊で、基礎固め向けの確認問題とやや応用的で実践的なチャレンジ問題も収録しているぜ。何かしらの講義本などで基礎知識を確認した後にやるといいと思うんだけど、特に一冊でしっかりわかる本は相性が良さそうだわ。最後に徹底攻略大学入学共通テスト情報1問題集だな。大学入試センターが公開したサンプル問題と試作問題を収録した問題集で、シンプルな解説が持ち味の問題集だわ。サンプル問題や試作問題はこの本を買うかどうかを問わず大学入試センターのホームページで一度目を通しておくことをお勧めするぜ。では今回の動画はここまでだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。